こんなタイトルの漫画は嫌だ。ペチンリベンジャーズドラゴンボールオツキャプテン右翼絶対ダメ。いやらしいビデオが流れたので消そうと思ったらレーザーポインターだったので解説に切り替えたキャサリン。消せよ。隣にいる男子の喜び方が怪しい。なめたな。うひょー、やっぱり海は滋賀県に限るな。それ琵琶湖。英語の佐藤先生、男子生徒のアイドル。歴史の田中先生、いつも生徒の味方。数学の高橋先生、相談に乗るのが上手。体育の山田先生、女子生徒の月経周期を把握している。死ねばいいのに。